ビジャレアルは、現地時間23日、新シーズンに向かって最初のテストマッチを行った。ベンチスタートとなった、MF、久保建英には、16のユニフォームが移されている。今シーズンの久保建英はダゾーンで、でもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施、2部のカルタヘナとのテストマッチ。今季からジャレアルでプレーすることになった久保、先発メンバーから外れた。ただ、クラブが発表したメンバー表によると、久保の背番号は16。まだ、式な背番号として発表されたわけではない。この背番号でシーズンを戦う可能性は、ふんに考えられる。ビジャレアルの16は、昨季まで DF やビキンティージャがつけていた背番号。23の同選手は、今月18日、イングランドのノリッジ、レンタル移籍することが決まった。その背番、久保がつけることになるかもしれない。中、された MF、サンティ・カソルラのつけていた、8は、加入のフランシスコ・クランがつけている。